三、はい。鳥の木からお届け、札幌ジーンズ館。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは歌とのこぎりカポーさんです。カポーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっとあの演奏してもらおうと思って、うん、鳥の木のラウンジに来てみましたら割と眩しいですね。そう、眩しいね。私ね、眩しい時の顔が、うん、こう目を細めると、うん、母親そっくりなんですよね。なのでいいじゃない、若干不本意ながらですね、うん、気持ちを前に前に今日も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどねカポーさんの、 あの歌とノコギリですから、ノコギリのミュージックソーというものをお持ちになりました、うん、このミュージックソーってどういう楽器かというのをちょっと説明のビデオがありますので、うん、ご覧いただきたいと思います。どうぞ。これが音楽用ノコギリ、ミュージカルソーと呼ばれているものなんですけど、どうやって音が鳴るかっていうこの仕組みを、簡単に説明すると、うん、はい、この持ち手の部分をこう膝と膝の間に挟みます、はい、そして、刃を曲げるんだけれども、ただ曲げただけでは音はこう本当に弓で鉄板をこすってる音しか出ないんだけれども、親指をこうね押し込みます。ここに谷ができて山ができてっていう S 字カーブって呼んでるんだけど、こうなった途端に音が鳴る。でこれを離してしまうとまた音が鳴らないですね。常にここを押し込んだ状態、谷ができて山ができてっていうこの形をキープしたまま音を出すと、刃を曲げれば曲げるほど音は高くなって、戻すと低くなる。これでちょっとずつ刃をこう動かすことによって感じで、音程を作ることができます。カポさん、あれやってあれって、あれって、もしかしてあれ、あれこれ、弓でやるのかあれやって いいんですか、やって、はい、じゃあ行きますよ、弓で、はい、できるかな。おーまえはアホか指でやると思わなかった。本当は叩くんだよね。叩くのか、うん、ありがとうございます、はい、はい、ということでね、うん、面白い楽器ですよね。ね、楽器と呼んでいいのかどうかもね、見た目にはどう見たって工具だし。そうなんです。見た目にはノコギリだけどこれ木切らないんですもんね、うん、一応ギザギザはあるんだけれども、楽器用としてあくまで作られたものなので、だから楽器屋さんで売ってるんですもんね。そう、楽器屋さんで売ってる。楽器屋さんで売ってるんですよ、うん、ホームセンター行って売ってません。そうそうそういうもんで。でもこの形をしてれば、うん、本物のノコギリでも演奏は可能。あ、そうなんですか。へえ、危ないけど。いや良い子は真似しないよみたいな感じでございますが、まあ、あの札幌で、ノコギリ、ミュージックソーといえばあの本当カポーさんという感じなんですけれども、最近の活動も含めてですね、はい、早速3つのキーワードで伺ってまいります。3つのキーワードこちらです。じゃん。永遠の33歳。思い込んだらどこまでも。音楽雑誌でメンバー募集はい、今日はですねついてこれるかな。何じゃろこのキーワード。ねえねえ、ちょっと不思議なキーワードも入ってますが、まずはこの永遠の33歳、うん、このキーワードで、うん、あの最近のアルバムですね、はい、こちらのご紹介をさせていただきたいと思います、うん、これいつ出たものですか。去年の5月に出ました。去年の5月に出ました、うん、ソロアルバム。ソロアルバム初の。初のソロアルバム、はい、はい、こちらでございます、うん、33、はい、かわいいですね。パッケージもすごいかわいいですが、これなんで33なのかというというと、はい、私の好きな数字っていうことなんです。好きな数字。誕生日が3月3日生まれ、うん、で3月3日は、まあ、おひな様の日でもあるけれども、はい、耳の日。耳の日、うん、音楽にこう、ね、何かこう関係した、はい、うん、ものかなと思って、で昔からやっぱりなんか33が好きで、そうそう、靴箱とかもこう、ね、鍵があれば33番開けてみたりとか、
4巻とかも、うん、なんか33番空いてないかなって、そう探しちゃう。まあ、あの好きな数字ということで、今後もあれですね、あの永遠の33歳ということで、もうずっと33ということを覚えていただきたいなと思います、はい、ぜひお願いしたいと思います、あの初のソロアルバムっていうのもどうですか、あの自分で出してみて、やっぱキッコリーズが長いじゃないですか、これも言ってみる？あ、そうね、うん、これはキッコリーズのアルバムもありますよね、はい、はい、こちらも見てみましょう、はい、これはいつ出た？これは去年の10月に出ました。え、結構近くに出たでしょ、これ去年の5月でしょ、うん、で10月に出した、忙しかったですね。そう、去年はもう制作の年で、あのキッコリーズの時とソロの時ってこうちょっと分けたりしてますか、自分で？うん、そうね、うんうん、やっぱりキッコリーズはキッコリーズのやっぱりこうカラーみたいのがなんか定着したものがあって、はい、まあ、それはもう自分たちでもちろん作ってきたものなんだけれども、はい、みんながこう応援してくれて出来上がったものっていうのがあって、はい、まあ、その中でこういいものを作ろうっていうのがあって、はい、でソロになるとそういう制約がまあなくなったりするので、はい、まあ、もっとこんなことやってみようとか、あんな人とこう組んでやってみようとかっていう、いろんな発想ができるっていう、そういう違いは。なるほど。今日私久しぶりにカポーさんに会ったので、なんかちょっと聞き方前後しちゃう、キッコリーズってどういうメンバーになりますか？すいませんね、すいません本当に。キッコリーズは、はい、札幌の、ギターの池田康くん、池チンっていう、ね、池と左利きギターのね、はい、ギタリストと、バイオリンは鈴木豊さん、ゆうちゃんっていうね、ゆうちゃん、はい、バイオリンの人と、はい、で私と3人でやってます。キッコリーズの方は割とオリジナル曲が多くて、はい、この33っていうのは今までずっと歌ってみたかった古いジャズの曲だったりとか、英語の曲と日本語の曲と、あの両方入ってる感じですね。あ、なるほど、うん、あのソロ活動がだんだん増えてきて、いろんなミュージシャン、この後また出てきますけど、いろんなミュージシャンとこうやるようになって、何か自分の中で変化はありましたか？うん、でもやっぱりすごく刺激を受けたりとか、あと、あ、自分ってこういう部分があったんだっていう、その、はい、一緒にやってもらう人によってこう引き出してもらうみたいな、自分の中でこんな引き出しがいろいろあったって自分でも知らなかったみたいな、そういう気づかせてもらえる部分ってすごい多いかな、そんなわけでも最近はいろんなユニットさんから呼ばれている、カポーさんなんですけれども、皆さんのこのミュージック層に対しての感想っていうか、あの音をね、さっきポヨンポヨンって聞かせてもらいました、実にこう雄弁ですよね、その音色の幅がすごくあるなと、音だけ聞くとノコギリと思わないですよね。そうかも、聞く人によってはそのオペラとかのね、はい、あの声楽とかの女性のこう歌声のようだって、あと口笛みたいだっていう人もいるし、私が弾く時にはすごい歌の感覚とすごい同じ、はい、だからなんかすごい弾きやすやりやすいっていうか、私はとっつきやすいっていうのはあった。こちらが5月、これが 10月に出ましたので、ぜひ CD ショップで、はい、チェックしていただきたいなと思います。ぜひぜひ、あのせっかくですから、これから先の9月のライブ、はい、どうですか？はい、9月ね、はい、いっぱいあるんですよ実は、はい、で、とりあえず最初の3本ぐらいを紹介すると、はい、9月7日に、食べると暮らしの研究所というカフェ、私の大好きなお店なんですけど、はい、そこに、東京からバロンくんっていうミュージシャンがやってきて、彼ミュージシャンなんだけど、歌を歌ったりとか、あとタップダンスをしたりとか、こうちょっとボードビルみたいな、あの大道芸みたいな感じのこといろいろやってくれる、パフォーマンスもできるすごい魅力的な、人がいるんですけど、はい、その彼と一緒にライブを、その彼のトリオと、はい、私は札幌の仲間たちと、はい、2組でライブをします、はいはい、あと9月8日が、中島公園の方にあるデュースっていう、あのライブハウスで、いっぱいあるのね、行ったことないや、デュース、はい、私も行ったことないんだけど、初めてやらせていただくんですけど、中西陸くんっていう、ギター弾いて歌う男の子と、工藤拓人くんっていうピアニストと、拓人トリオのね、3人でシティジャズで、賞取った人ですよね、はい、そう、その3人の組み合わせっていうのは今回初めてやるんですけど、その3人で初ライブをします、はい、であともう一個9月10日に、丸山の方にあるヘンチキ屋っていうすごくね可愛らしいお店があって、これもライブハウスなんですか？そこはね、普通にあのカフェ、カフェで、カフェというか食堂というか、なんか本当レトロな
感じのすごくおしゃれで可愛らしい内装で、ヘンチキ屋、ヘンチキ屋っていうねすごいちっちゃいお店なんだけど、でご飯がとっても美味しいよね、でそこでたまにその中西りく君とあのヘンチキナイトっていうイベントをやらせてもらってて、そこで生音でライブを聞いてもらうっていう、お客さんソファーとかに座ったりしながらオムライスとか食べながら聞いてもらうっていう、ね、そうそうそう、なんかその全部をトータルしてもなんか可愛らしい感じ の、はい、あのお店なんだけれども、そこでそのまたバロン君と、一緒にやります。いいですね、ちょっとこうリラックスしたライブになるんじゃないでしょう か、 そうなんかちょっとゆるさの匂いを感じます、なんかねやっぱライブに行くって緊張したりとか、そうですね、なんかこうしなきゃいけないんじゃないかみたいな、すごい構える部分があるかもしれないけど、そういうのをどんどんこう、そうそうそう、垣根をねこう取り払っていきたい、取り払って、リラックスしてそう、でこれ以降のライブとかも結構あるので、はい、あのカポー出没注意とあの検索していただけたら、あと下に貼っておきますので、ぜひぜひカポー出没注意で検索していただくと、はい、そうガオーっていう感じで私のガオーって出てくるガオーって出てこないけどあの、スケジュールがガオーって出てくる、そう、はい、チェックしていただきたいと思います。そんなわけで永遠の33歳、今日はカポーさんとお話をしてまいりますが、はい、カポーさんの人となりが出るエピソード、先ほどもいろいろ聞いた中で私からのリクエスト、まず2つ目こちらです。じゃん、